石製のコンロに炊き用の伝統的な調理器具です。コンロには堅固で耐熱性のある切り岩石が使われています。コンロは五徳、炉内部、下方の風口で構成されています。コンロの上部と風口の間に燃料を置くための鉄製の火皿が取り付けられています。風口から風が十分に送り込まれ、燃料が燃えやすくなるような仕組みになっています。これは家庭で日常的に使われるものではなく、鉄加工に使われたコンロと見られています。採石作業でドリルなどの工具を熱し、採石の速度を高めるために使われました。